こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらです。本日発売の初めてのプラレールです。価格は1000円ちょっとで買いました。どうやらこちらはですね、 1.5 歳から5歳向けの小さなお子様用のプラレールという感じだと思います。で、こちらが本日3つ発売されてまして、こちらのお出かけ N700 系新幹線、こちらとこれです、ドクターイエロー、そしてこちらになります、 E5 系新幹線はやぶさ、この3つが本日発売されました。ということで早速詳しく見ていきたいと思います。まずはこちらの N700 系から見ていきます。パッケージはこんな感じになっています。こんな感じでベビーカーに取り付けられるんですね。そしてあとこちらは丈夫安心安全な電車のおもちゃという、ここが売りなんでしょうね。こうやってプラレールと一緒につなげて遊ぶこともできるみたいです。そしてこちらは電池が不要と。で、パッケージどこまで行ったっけ。パッケージはここまで行って、で、あとこっちですね、サイドがこうですねすいません、ちょっと病み上がりで3日間ほど風邪ひいてですね、全然動画撮ってなかったので、なんかね、動画の撮り方忘れちゃってます。あ、こんな感じで入っていました。で、どうするので、ここを外して、あー、こうなんですね。これはなかなか可愛らしい。ちょっとね、色飛んじゃってますね。ちょっとね、明かりをね、落とします。あ、これぐらいですかね。こちらがお出かけ N700 系新幹線になります。あ、こんな感じになっています。すごい可愛らしい感じの新幹線になってますね。そしてここでベビーカーに取り付けたりとか、バッグにも取り付けられるという、これは結構便利ですね。で、ここですよね。この売りはここですよね。これが回るんですよね、きっと。おお回ってる。この後ろのタイヤを回すと、あー、こんな感じですね。なるほどね。で、ここに、連結のパーツがついてます。なるほど。あー、これ可愛らしい。ちょっと揺れた感じでこう進むんですね。で、プラレールのレールもこんな感じですね。こうやってプラレールのレールで遊ぶことができるみたいです。せっかくなんで、もうプラレールに引っ張っていただきましょう。近くにあったプラレールがこれなので、こうですね、ここにカチャッと取り付けて、では行きます。これはロースピードの方がいいでしょうね。ではロースピードで行きます。は、あれちょっと待って。は、あ、行った。あー、なるほど。ちょっとハイスピードで行きます。はい、ハイスピードの方がいいですね。後ろから押してもらいます。あ、よいしょ、いった。こんな感じで後ろから押しても遊べるようになってます。ではですね、次はこちらですね、お出かけ923型ドクターイエロー、こちらを見ていきたいと思います。こんな感じで入っていました。923型ドクターイエローになります。おーやっぱりドクターイエロー感っていうんですかね、それはありますね。うん、ここが結構ね、ドクターイエローの感じが出てますね。うん、そしてやっぱりこれですね。これはこれでいいですね。で、こちらも同じようにですね、後ろはこのように、マジックテープで止められるようになってます。ではこれも走らせちゃいます。はっ、このビーズのここがですね、くる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 とこれ回ってるのがいいっすよね。非常に可愛らしいです。ではこれを前にしていきます。はい、
おお、ドクターイエロー。でもやっぱり結構ね、プラレールよりは背が高いので、うん、ちょっと大きく感じますね。うーん、あー、でもこれはこれでいい。では最後にこちらですね、 E5 系新幹線はやぶさ見ていきたいと思います。 E5 系はやぶさこんな感じになります。あーなるほど、これは結構丸い感じしますね、うん、そして先ほどのドクターイエローよりもなんかより可愛らしいような、そんな感じがします。では次はこちらの小町に引っ張っていただこうと思います。よし、これでいこう。では行きまーす。ほっ、この E5 系がなんか一番丸っこくて可愛らしいような気がします。うん、これが一番なんか小さな子向けのような、なんかね、靴みたいな形してますね。うん、なんか可愛らしい子供用の靴のような形してていいっすね。では今度はよいしょ、こちらを前にしていきます。はっ、これね、何台まで押せるんですかねせっかくなんでちょっとね、ドクターイエローもいきます。はっ、あー、いいっすね、いけますね。あ、いけるいける、かわいらしいな。ではじゃあこちらの N700系も、おお、いけますね。あ、いけるいける、3ついけますね。これは可愛らしい。じゃあ押せるんだから引っ張ることもできますよね。ちょっとね、これで引っ張ってみたいと思います。これいけるのかな。あ、引っ張るのは無理だ。これつなげられないんですね。こうはつなげられないです。はい、こんな感じで行ってみます。はっ、おー、なんかかわいいな、遠足みたい、プラレールの遠足いいっすねこれ。はい、いかがだったでしょうか。プラレールで引っ張ったり押したりしてたらすごくね、このビーズのこの音が結構心地よかったです。そしてまあ、とにかく可愛らしいですね。これきっと小さなお子様だったらずっと持ってて一緒に寝たりなんかしたりするんじゃないですかね。うん、そしてこれね、一つだけちょっとね、残念だなと思ったのが、こうやって押して3台走らせることはできるんですけど、プラレールに引っ張ってもらう場合つなげることができないっていうのがちょっと残念でしたね。プラレールで引っ張るときに、まあ、ここをつなげられたらよかったかななんてね、ちょっと思ったりもしました。ということでですね、今回はこちらの初めてプラレールを紹介して遊んでみました。いやー、ちょっとね、今週、先週末から、今週の半ばまで風邪でちょっとねやられてましたんで、うん、まあ、ぼちぼち YouTube の動画投稿のペースもぐっとね上げていきたいなと思います。いやー、今年の風邪きついですね。あのインフルエンザにはかからなかったんですけど、なんていうんですかね、胃腸炎っていうんですかね、結構ねお腹の調子悪かったです。皆様もあのお気をつけください。はい、という感じです。ありがとうございました。